調査に気持ちが入るんですか、あれはなぜ言うんですか。まあ基本的にはね、スコアって、あれプレイ中にはほとんど分かんないと思うんですね、でほとんどその後ろで見てる人向けっていう感じのタイミングでは出してるんですけど、あ、なるほど、ただスコアの詳細っていうのがないと、あの、まあ、スコアラーさんの方を突き詰めるにしたら手段がないっていう感じになっちゃうと思うんで、まあそういったところで最初のアーケード版に関しては隠しているそういう話になっていたんですけど、なるほど、まあ言ってしまえばそのスコアラーさんのマニアさん向けっていう仕様ではあるんですね。ドリームキャスト版って入ってますね。入ってますね。じゃあ出し方、出し方若干変わってますけど、ドリームキャスト版は一緒に何だっけ、一緒だ、一緒って C、C、C押しながらスタートだっけ、あ、なるほど、あっと待って、スタート押しながら、いや、C 押しながらスタート、 C 押しながらスタート、確かに、あ、なるほど、2シェードにしたっていうのはなぜ2シェードにしたの、まあまあ、2っていいよね、確かにあのカオスフィールドって結構リアルだな、はい、その次は絶対トゥーンシェードのシュートを作りたいと思います。あ、そうなんですか、だからチムチムとしたそうですね、あんまり他にもなかったんで、アニメっぽい感じがいいかな、それでその 3D じゃないですか、うん、そう、なんかなぜか 3D としてこだわりね、別にって 3D じゃなきゃいけないってわけじゃないんですけど、うん、まあやっぱりその表現というか、あ、なるほど、まあ2もそうですけど、まあ普通に 2D で書いても表現できるのかもしれないですけど、うん、まあ、3D 特有のその動きなんですけど、はい、うん、表現というのも随所に盛り込まれてると思うんですけど、あ、なるほど、分かりました、あ、そう、これ123レーザーの読み方はこれ FMI レーザーになってます。あ、そうですね、あ、なるほど、これ FMI レーザーが正しい、そうですね、まあ、これも適当に思いつきで開発できるのでね、少しかかりそうですね、シャボン弾すごい変わってるじゃないですか、なぜシャボン弾、まあ普通にそのメインショットとレーダーとかが基本的に、であとなんか変なの入れるという感じで何がいいかね考えてて、まあその会議室でこうやって出ちゃったり、何かでシャボン玉と感じで出てきたら出るんですか、あ、なるほど、でも変わった、シャボン玉で敵を攻撃ってすごいな、うん、まあそうですね、ちょっとポップな感じで何かいいのないかね、あ、うん、なるほどね、作ってもらって動かしてみたら結構気持ちいいね、うん、感じだった、うん、音もね、わわわわって音が結気持ちがいい感じですよ、ね、行き詰まった時対処法とか、あ、行き詰まった時ですか、どうでしょうね、行き詰まった時はもう積極しないかもしれない、とにかく休む、休む、まあ、休むか、まあ、あ、他の音楽聴いてもダメなんですよね、やっぱり自分の音楽が耳に残っちゃったりとかずっとしちゃうんで、できるだけ音楽聴かないとか、うん、テレビも見ないとか、うん、できるだけ無音に近いところにいますね、あ、なるほど、ナーツさんは行き詰まった時、僕もそうですね、音楽で行き詰まったら音楽をやめて、なんか別のことを、絵を描いたりとか、あ、したりとか、いやいやいやこれだ、そっちにボケるの忘れちゃった真面目に真面目に言ってちょっとアーティスト気取りだしちょっとね、いやらしいよね、そういうのね、音楽雑誌のインタビューみたいなそうそうそう、これピーって入れてほしいわそういうの後で聞きたいなって思うんでバキャーンとかそういうの言うわかりました、これ多分編集超大変だろうこれ相対だと思う、これはかなり大変だと思います。
すいません。どうまとめるか結構あとはお任せって感じだな。